これ燃やしたい、これ俺は。よしよしよし、でこれで、うん、あー違う、ちょっとバカ、登ってみたくなっちゃうんだよね。なんか登り中だからさ、古代のネジ、何度回しても減ることがない、見たことない素材、調べてみるもんだね。てっぺんまたいるぞ。宝箱ある一体だな。クリアリングしてバレないように近寄って殴った方がいいよな、これ。ふん一発だ。よし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 、いいねいいね、ボコブリン。今度牙だ。鋭さはないが十分硬さは。またこれも虫と一緒なんだ、煮込むのは。いいねいいね、これなんか入ってくかな。テレレレーじゃないんだな。ハイリアのズボン。なに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 、急に新しいことするな。相当楽しいじゃん、相当楽しいよそれは。こういうところでできるってことでしょ。相当楽しい、それは相当楽しいって。やばい、これめっちゃ楽しい。目的地向こう。もうずっとこれでいい。あー、この楽しくなくなるやつだずっと坂でいいのに。あれ爆発しそうだな。ってことは、わかったぞ、謎が解けた。こうしてこれ出すじゃん。でこれを、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちゃんと武器取るのいいね。これでこれ燃やすじゃん。ちょっとこれ燃やしたい、これ俺は。よしよしよし、でこれで、うん、あ違うちょっとバカ、何してんだよ。燃やす必要はなかったのか。大爆発、びっくりしたマジで。とりあえず全員死んだな。俺以外は全員死ぬっていうみんな死ぬ。楽しすぎないこのゲーム。楽しすぎるでしょう。8時間やろうあとここ目的地。ちょっと、いや生えるなリンク、お前生えるな。どれどれ、これなんだろう。電波塔、何これ。降りる、結構深いぞ。どっちが先だろう。目印的なものがこれなのかな。上じゃなくて下が本体。あそうっぽいな。ちょっとここら辺で景色見たい、景色を見たいです俺。おお、ここで俺はスティックを絶妙な操作で捌く。なんか向こう浮いてる、なんか飛行物体があるぞ。ははん、この大地が全部俺のものになるのか。ははん、うぬぼれがすごい。とりあえずこの下なのかな目的地は。ちょっと待って、構えとくか。これ壊れそうでなかなか壊れない。ここでスマホね、スマホではないのか、シーカーストーンね。なんか装備増えてきたね。いよいよ充電そろそろ充電確認しました。シーカータワー、揺れに注意。何どうなんの。立ち上がるのもしかして。あ、この不穏な曲ね。うわ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 、おお、ちょっと騒ぎ。全体的に上がっちゃうの大騒ぎすぎるでしょ。
ちょっとずっと地中に潜んでたんだ、人類が生まれる前から。いやいや、あ、俺も上がったんだ。へえ。始まりのとフォントがいいね。うん、いいものだらけだね。あ、これ周辺のマップ情報の入手を開始。へえ。みずみずしいんだけど音が。あ、本当に水だった。壊れちゃう壊れちゃう、ちょっとやめて。防水じゃないの。うわ、この地域か、この地域が表示されるのか。あ、表示されるけども、そのあれなんだね、アイコンとかっていうかそういうのはないんだね。防水なのこれ、大丈夫。よりすぐりの一滴だったからさ、耐えられなそうだよね。帰ろって時に、なんだ、思い出して、思い出して。向こうがめっちゃ光ってる。あなたは100年の間眠っていたのです。眠りすぎでしょ。この怪物が本当の力を取り戻した時、世界は終わりの迎えでした。いや、だいぶもう本当の力でしょ、それは。やめてね、そこでずっとトグロ巻いててね、絶対そこでずっとトグロ巻いててね。手遅れになってしまう前に、早く早く。繰り返すね。わかったわかった。シーカーストーンの示す場所、コンプリートコンプリート。で、次は今後自由、今後自由ですか。これ落ちたら終わりでしょう。わわ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 、YouTuberごっこ。あー、危ない。ちょっと足もうちょっとなってるよ、足持ってかれてるよ重力に。危ない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 、これは危ない。もうちょいいけるよね。うわー、危ない、危ない、危ない。上昇立ちになりつつあるよ。でもなんか日差しがいい感じに当たってきたね。つか日が落ちてきてない？うん、危ない。これ以上やらないのが俺落ちるとこまではやらないから俺。これで降りられんのかな。そんな都合のいいことある？タワーよ、下に下がれ。そういうやつじゃないんだな。え、自力で降りるってやつだったらなかなかの、なかなかの。え、あー、いや、これおじいちゃんおばあちゃんには厳しいって。このタワーはさすがに老人にもうちょっとね、もうちょっと気使ってあげてよ。よしよし。ねえ、おじいちゃんおばあちゃんも絶対来たいでしょ。あ、これ横に行かなくちゃいけないの？行ける？よくそのツルツルのとこ行くね、リンクくん。このツルツルのとこの冷や汗ね。こう降りちゃいけないの？あ、これは、あ、そうなんだ。こういう降り方もありなんだ。俺ここもう一回登るってなったろ。何？誰？うわ。やめときって。いやはや驚いたわい。大地から次々と塔が姿を現しおった。おそらくこのハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まれつ。シャ。焼きリンゴ。して塔の上はどうだった？声が聞こえた。おお、城の方から声が聞こえたとな。お主はその声に心当たりはないのか？わからない。そうか。それはなんとも心苦しいの。何？感想を言いに来たの？お主も見たであろう、あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。あれの名は薬剤ガノン。ガノンって名前が出てきたね。今から100年前、この地にあった国ハイラル王国を滅亡させた元凶じゃ。突如として現れた奴によって町は破壊され、
多くの民たちの命が奪われた。そして今日まで100年もの間、王国の象徴であったハイラル城にあのような姿で取り付いたまま、その動きを止めておる。はは、なるほどね。かっこいい目じゃん。ちょっと、もしやお主、あの城へ行きたいのか。行きたい。見るだけ。そう言うと思っておったぞ。じゃがここは陸のこと、この絶壁の大地から出ることは不可能じゃ。ほんとだ、どうなってん。相当高いよね。隔離されてんな。もし飛び降りようものなら地面に叩きつけられひとたまりもないじゃろ。いやいやいや、今見せてくれたでしょじいちゃん。もうそうやって遠回しに言うんだから、今見やったでしょ。今そうやってね、そうやって遠回しにするんだから。まあわしのようにパラセールを持っていれば話は別じゃがな。ああ、お前には無理じゃがな、ヤギリンゴ小僧め。それください。それください。いいじゃろ。優しい。じゃが、ただというわけにはいかん。やっぱりな、そう思ったぜ。そう思ったぜ。そうじゃな。では、あるところに眠る。お宝と交換というのはどうじゃ。いやらしいことじゃなくてよかったね、リンク。冒険手帳を開く。チャレンジが起こったら、なるほどなるほど。見てなかった今ボタンのとこ。わしについてまいれ。ここね。はいはい。遅いなじいちゃん。スタイリッシュに来て、スタイリッシュに遅いな。じいちゃん。ちゃんとじいちゃんの方見てんね、リンクも。この親父、本当に信頼していいのだろうか。この時俺はまだこのじじいを完全には信頼していなかったのであった。何？今わしの見ている先に怪しげに光る祠のようなものが見えるな。あれは塔が地面からせり出した時と同時にあのように光り始めたのじゃ。はあ、クラブじゃない？ああいう感じでしょ、クラブって。ああいう場所には大概お宝が眠っているものよ。パラセールが欲しいのじゃろ。お宝楽しみにしておるぞ。じじい、気が合うじゃねえか。殺すのは最後にしてやろう。だからあそこまで行くにはパラセールが必要なんじゃないか、じじい。パラセールを先に渡してくれないか、じじい。そうすればお宝はもっと早く手に入るぞ、じじい。高みの見物はこのことだな、じじい。まあいいだろう、取ってきてやろうじゃないか。やっぱ飛行船あるな、あそこに。気配がする。右下になんか声出てんだよな。なんだあの看板は。気に食わん。気に食わん。誰の許可を取ってここに建てた。皆殺しだ。ちょっと数が多いな。先にお宝をいただこう。ちょっと待ってくれ。しまうときはこうね。よし、先にここ登る。ああらあら、直立で落ちていくスタイル。ちょっと待って。よしよしよし、開けて開けて。開かない、これロックかかってる。ロックかかって、ちょちょちょ、話違う話違う。しょうがねえな。おーおー、すごい滑ってくるなお前。あー、壊れたのか。ちょっと待って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 、この時間タイムね。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。これ強いかな。くそー、やるなお前ら。見込んだ。ちょっと待って、ぐでん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 戦技すぎる。ロックね、ロックして。あー、くそ、どう、ちょっとここでは、さあ、こう追い込むのずるくない、この溝に。勇者だぞ俺は。勇者を溝に追い込むとはどういうことだ。盾ね、分かった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 よ。いなくなった。くそ、多いな数が。よし、勇者パンチ、勇者キック。見たか、勇者の力を。あ、右下リンクの足音なんだ。立てー、そもそも当たらない。ここ登れっかな。嘘、さっき登ったじゃん。ここじゃないといけないんだ。うぅ、サプライズ、勇者的サプライズ。まだ生きてるな。武器壊れる早いな。リンク、グーパンチでそれはいける。残りはスー。突然のエンケル武器を使う。
あ、ロックなんだやっぱり。ハイテク。何それおかしい？何それおかしい？テレレレーン。刃物。魔物相手には少し、でもこれで十分すぎるでしょう。あ、今度鍋の蓋が壊れそうなんだ。耐久性があるんだね。これ水降りてみるか。あ、こういう降り方をしてくれるんだ。さあここどうする、ここどうすんの。おおリお前、あ、ちょっとどっちだよ。期待させるな。潜ることはできないのかな。さーて、安全確認せずにここ入ったけど、でっかい生物が下からさ、こう口を開けて迫ってきたらどうする。あ、溺れる。待って待って待って、溺れる溺れる。意外と優雅に危機感がある、優雅に危機感。すまんて、冷静なんだね、リンクは。危ない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 。冷や汗冷や汗冷や汗すぎるでしょう。まあ、確かに水入って登って何の競技って感じだよね。マジ本格的に火落ちてきた、火落ちてきたよ。なんかスズムシの鳴き声がしていいな。マオーヌの祠、ここもまたあれか、シーカーストーンか。よし、トライアスロン、ほんとだよ。シーカーストーンを確認しました。感度悪いよな、シーカーストーン。めっちゃ近寄んないと作動しねえもんな。ワープ地点として登録するんだ。なるほど。で、内部に入れるようになると。ははーん。開き方怖いね、それ。ちょっと挟まれたら嫌な感じだね。挟まれたら嫌な開き方をしたね。これ降りていくの、もしかして。どうなんの、どうなんの、ワープなの。降りてくんだ。チープス。ここに書かれていることは、これからの冒険できっと役に立つだろう。一流の冒険者は、どんな時も学ぶことをやめない。学ぶことをやめない。このレーザーみたいなの怖えな。ここがアンブレラの本部か。祠を訪れし者よ。我は魔王の女神はだだだだ。磁力の力。なるほど。だが俺は学ぶことをやめない。んー、分かったぞ。これに乗れば足場が降りていくというわけではない。だがここで俺が大ジャンプをして、こうすることで地面が沈んでいくというわけではない。ここに先にシーカーストーンを照らすのが最初から分かっていた正解だ。なるほど。アイテムの入力。また壊れちゃうって、壊れちゃうって。シーカーストーンに水を垂らしてみた。100万再生。なに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 、マグネキャッチ。金属製のものを磁力で動かす。発射される磁石、磁力を当てることで。なるほどなるほどなるほど。便利。撃つ。おおおおおおお。これで外していけばいいのか。すごすぎるでしょ。あ、こうやってこいつだけ動かすこともできるんだ。すごすぎない？だいぶ怖かった今。だいぶだいぶ怖かった。ギャリーズモッド。本当だよ。ギャリーズモッドのグラビティガンみたいな。妙に親近感というかね。あ、これで足場作るのか。楽しい。なんかいる。え、ちょっとなかなかの やつだなあいつ。分かった、これを利用していくんだな。これでしょ、完全に回復しとくか。不服だけどしょうがねえ。これでリアもっと焼いてくればよかったな。へえ、
これだ、これを使うんだ。これを前に押していくか。うん、厳しい。もうちょっと、いけ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 、いや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 、あら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 、こいつもなんか磁石でできてんのかな、なんかそんな香りが。ちょっと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 、絶対違う、これ攻略法。よし、何爆発した。 X-Men。 おー、なんかいい扉じゃん。俺にふさわしい扉が出てきたな、ついに。ちょっとちょっと焦った、勝手に閉まるやつかと思った。なんだこれは。なるほど、これは俺にふさわしいな。ちょっとまがまがしくない？あんま触らない方がいいと思う。あーあーあーあああ、試練を克服したらよくぞここまで。あなた様こそ魔王ことなき勇者。言ってんじゃん最初から。分かってよ、こんなことしないで。なるほど、この試練の祠を作りし者魔王。うん、はい、はい、ミイラ即身仏的な。この体勢のまま祈りながら亡くなったのかな。わあ、何入っちゃったよ。あんま嬉しそうな顔ではなかったよ。克服の証、試練を克服した者だけが授かりできる。へえ、思え、何これ。これで我が役目は終わる。女神ハイリアのカゴ洗う。あーあーあああ、フワノーブ。いらねえよ、フワノーブは。フワノーブはいらないよ、やめろよ。下がるだろう、体力っていうか能力が。おお、ショートカットして出てきちゃった。またどっから来んの。ちょっとくそー、それを最初からくれよ。どうやら克服の証を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。千里眼というやつじゃ。千里眼なの。年を取ると目の前のものは見えにくくなるが、逆に隠されたものが見通せるようになるのじゃ。誰にでも身につくものではないがの。しかし塔の出現といい、この祠といい、すべてはお主の腰のそれ。なんだ、シーカーストーンやらに縁があるようじゃな。パラセールはってめっちゃ聞けるじゃん。ウォールハック、ウォールハックおじいちゃん。シーカーストーンと聞いてわしも思い出したのじゃが、その昔この地にはシーカー族という高度な文明を持った民がおってな、その英知の力によってこの地を幾度となく脅かした厄災を払ったようじゃ。あ、なるほどね、英知の力、彼の文明ははるか昔に耐えたと聞いていたが、まさかこんな祠に隠されておったとはな。うん、良いか、こうした祠はこの地にいくつも存在する。この大地にもあと3つほどあったはずじゃ。すげえな、詳しいな。そのすべての祠で克服の証を手に入れたとき、おい約束と違えぞ。俺はそういう大人のあれには厳しいんだ、俺は。話が違う、増えた、どっちも一緒だな、話が違う。うむ、少し気が変わっての、だがお主であればそう大したことでもあるまい。その代わり祠探しのコツを教えてやろう。高いところから見渡すのが一番。おい、さっきやったよ俺それ、自然とやったよ自然と。もう一回登るの、嘘でしょ。慌てるでない、もう一ついいことを教えてやろう。シーカーストーンのマップを見るがいい。うん、お主が出てきたこの祠、そして塔にも青い印がついておるだろう。うん、シーカーストーンの力を使えばその場所にワープできると聞いたことがある。ははーん、なるほど。
と言うても昔の話じゃ、嘘かまことかはわからんがな。なるほど。開く。はい。シーカーストーンを使ってワープ。本当にできるのか、そんな摩訶不思議なことが。まずはちょっと待って、シーカーストーン、シーカー、ちょ